参考にしているゲーム実況者さんとかいらっしゃいますか？一人もいないですね。僕はね、僕の世界を築いてるんで、誰もその領域はね踏ませません。今なんかいろいろ見てるっておっしゃいませんでした？あ、見てないですよ。結局ゲーム実況者はもうやってんなってぐらいで参考にはしてないですね。だから見ちゃうとそれを真似しちゃう可能性があるんで、面白かったら。だから自分は自分でやっていきたいです、ね。じゃあリスペクトしてるゲーム実況者さんはいないという？特にいないですね。見てな、そこまで知り合いはいますけど、まあ特にこれっつってのはないですよね。どういう人と仲がいいんですか？僕は加藤純一と木工と黒人とあと宮助さんかな、と慣れ合ってるってことですか？慣れ合ってません、普通に慣れ合ってないです。普通に言ったら仲がいいって数少ないゲーム。友達だってことですか？いや、友達っていうレベルじゃないですけど、友達以下恋人未満っていう感じですよ。だからゲーム実況もありだと思いますよ今。ありなんだ。僕ありだと思ってます。これ珍しいですね。昔は否定してたんですけど、完全否定、バカにしてたじゃないですか。ニコ生がもうそういう流れなんですよ。雑談系が今逆にゲーム実況者の方に食われてて、ほとんどランキング見ててもなんか上位人気ランキング見てもゲームになってるのが現実であって、雑談配信者が今少ない、さらに新しい人が全く出てこないんで、このまま行くともう雑談配信者がもういなくなるんじゃないかなと思ってますが、あと数年で。去年はたくさん多くの配信者が引退を余儀なくされちゃったし。どういう方が辞めちゃったんですか？うなちゃんマン、マロン、橋本くん、ラミヤさん、ドカ X とかいっぱいいますよ。皆さんどういう理由で辞めてしまうんですか？やっぱり環境の変化だったり、親バレだったり、彼氏ができただとか、そういうなんかプライベートなことで辞めてますね。全然ハッピーじゃないですか、彼氏ができたら。でも、リスナーからしたらやっぱり配信でね、こう人気が出るんで、配信でもし男が女ができても最後まで配信者としていてほしいというのは、希望でしたけどね、僕としては。それはまあ横山みどりさん自身も実践しているということなんですか？そうですね、僕はもう何があってもやめません。子供からやめてって言われてもやめれないし、ニコ生と死ぬ時は自分も死ぬ時だと思ってるんで。ニコ生がなくなったら死ぬんですか？ニコ生がなくなっても僕はニコ生とともに、ニコ生がかそってもニコ生とともにいつもかそった大地で畑を耕していきたいと思ってますね。すごいですね、はい。もうやっぱり生まれた大地をね、故郷を捨てて他のところに浮気するのは僕は嫌いなんで、一本筋で行きたいんですよ。なんでかというと、他のところに行っちゃうとまたリスナーがこっち行ったりあっち行ったり探すことになっちゃうんで、せめてね、大きなね、大木は一つの大地に根をね、張って最後まで移動せずに見守りたいと思いますね。ニコ生のおかげでこうやって今の自分があると思ってるんで、ニコ生がなかったらこういう環境も生まれなかったし、リスナーのおかげで今があると思ってるんで、そこは絶対に動かせないルールですね、己の課せられた。何があってもやめないってことですね。何があってもニコ生からは、ニコ生からやめることはないですね。こうアンチコメント見てイラッとしたりはしないんですか？まあ、人間ですから中にはきついのがありますけど、まあでも僕も書いちゃってるんですよ、リスナーとして、いろんな配信者だから、まあ気持ちは分かるんですよね。なるほど、すごくなるほど。アンチコメ書きたいという気持ちが、まあアンチコメ書きに行ってるってことはある意味、まあ本当ファンというか見に行ってるってことは熱量がありますもん。そうなんですよ。だから嫌いだったら本当に無関心ですけど、そうですよね、興味があるからアンチコメント書きに行くんで。他のサービスはみどりさんはこう試しに使ってみたりとかもしない？しないですね。一度でもそこの領域に踏み出ちゃうと、やったっていう結果になっちゃうんで。なるほどなるほど。こだわりを持って配信はね、いらないといけない。ブランド力下がっちゃうんで。誰のブランド力？暗黒放送という名のブランド力を下げないためにも、他のサイトではやらないようにしてますね。ブランドとか意識してるんですね。してますよ。だってね、他でやらないから価値があるという。少年ジャンプのね、秋元康先生、秋元治先生と一緒ですから。こち亀の。なるほど。ここでしか見れないと。そう、ここでしか見れないっていう。なんでオープンレックやってるんですか？だからそれは出稼ぎですよ。
オープンレックはあくまで出稼ぎで稼ぎに行ってるわけですよ。ブランド大丈夫なんですか？いや、そこはもうリスナーにはもうちょっと仕事行ってくるよっていう感じで入って送り出してもらってるので、昔だったらね、お金も、そんなのやらなくてよかったけど、今ちょ家族が増えちゃう方、どうしても家庭の事情で出稼ぎしないと、ミルクとかおむつ代が買えないという、そういう些細な理由ですね。リアルですね。リアルです、はい、どうしても本当一人だったらやらないですよ。好きなことやりって生きていきたいですけど、今はちょっといろいろと一家の大黒柱として先陣切ってますから。はい、じゃあですね、皆様、ガジェット通信のチャンネルの登録は心辺に見えてるものをね、あのワンクリしてください。ここら辺です。